こんにちは、サムライケンです。今回でいよいよ10回目。今日できっと音楽の編集の方は終わりとしたいですね。どうぞ。ドラムトラックの作り方を説明していきます。はいここにドラムをつけるためにですね、ここまたプラスを押します。プラス。そしてこのドラムを選んで作成。はい、そうするとできました。リズムブルースのドラムをたたる 叩く人が3人いますがそのうちのこのクリス君これを選びましたそしてプリセットがこの Lay it down っていうのを選びましたこのフィルと書いてありますがこれはこの数値が多ければ多いほど手数が増えますつまりお数が増えますまああまり増えすぎても困りますけどもこれをちょっと多めにしときますであと下にここに 16B とか 8B とかありますが今回 16B と選びます もう自動で、えー、ドラムが入ってしまってます。もうイントロの最初から入ってますけれども、これを、えー、ここのメロディーのところまでスタートさせないようにしたいというときは、これをこっちに持っていけばいいです。このカーソルをここに持ってくると、これ矢印ができますね。で、クリックして、ズズズズズズズのズもズズズズズと、えー、ここですね。ここまで持ってきて手を離します。そうすると、 ここからここまで <laughs> 移動したことになります。あともう一つやりたいことがありまして、えー、これあのドラムをですね、設定するとこう2種類のドラムが出てきます。えー、サビ用と普通用ですね。もうサビ用ができてます。えー、サビはここですから、ですからここまで持ってきます。 で、えー、飲んでのがこここここでで、すすからここ持ってきますでこれをそこまで伸ばしてあげればいいですねずっと伸ばしますはいそうするとですね、えー、ちゃんとドラムがドラマーのクリスくんが賢く、えー、サビに入る前のおかずを入れてくれます というふうにおかずをちょっと入れてくれてますが、このお数だけじゃちょっと寂しいなというときはですね、えー、ここのその一小節前、12のところですね、ここでこのリージョンを分割します。コマンド T はい、そうすると見てください、これ。えー、すごいおかずが入ったことになります。そうすると、ここから聞くと、 こういうい風におかずが入りましたであとまあおかずがちょっと変だなとかねそういう時はここをいじればいいですこのフィルのところですねここ上げたり下げたりして調整してくださいで今度はこの先頭に戻りますがイントロが終わった後と 5, 5小節目から急にドラムが打ち出すんではなくてその200前からドラムが始まるようにしたいのでこういう時はこれをここまで持ってくればいいです そうすると、これ、ドラム君非常に賢くてですね、小説の途中からだと、おかずを入れてくれます。そうすると、というふうにですね、おかずを入れてくれるわけです。じゃ次に、もう一つ、パーカッションのトラックを入れます。じゃ同様に、ここをクリックして、ここにプラス。そして、このパーカッションは、 こちらじゃなくてですね、こっちのソフトウェア音源。こちらを選んでください。で、作成と。さそうすると、クラシックエレクトリックピアノっていうのが出てきますが、えー、これはデフォルトでこう出てきますけど、驚かないでください。で、こっから左のライブラリを見ていただいて、この中のオーケストラルというところをクリックします。そして、その中のパーカッション。これですね、パーカッション。 そしてパーカッションの中のオーケストラルキット。これを選びます。そうするとこの中にいろんな、えー、パーカッションが入ってます。このトラックの右側にリージョンがないですよね。何にもないですよね。で、このリージョンを作んなきゃいけません。えー、リージョンを作るためにはコマンドキーを押しますとこう鉛筆に変わりますね。そしてクリックします。はい、そうするとこういうふうに えー、リージョンが入ります、はい、このリージョンができたことによってこの中にその音を入れることができるわけです。でこれちょっとそうですね一応最後は伸ばしておきましょうかずっとはいでここをクリックすると下にこういうふうにピアノが出てきましたねこれをピアノロールと言いますこれを叩くと、えー、いろんなパーカッションが入ってますじゃあその中で使いたいものを選べばいいわけです で私はこの,この音を入れたいですこれですねはいでこれを入れるためにはどうするかというとここに、えー、やはりコマンドキーを押します鉛筆のカーソルになったらここでクリックしますこれでお音がここに書き込まれたことになりますでこれをですね入れたいんですが1234と なるわけですからこれを2 0 0目に持ってきますここですねこここれをコピーしてここまで持ってきますこのコピーはオプションキーを押しながらここをクリックしてそのままドラッグするとドラッグして離しますはいそうするとこれでコピーできましたと同じようにして はい。ということでできました。ほぼ音は、えー、完成ですね。次に、えー、オートメーションを説明していきます。オートメーションというのは一番、えー、よく使われるのでは、ボリュームですね。ボリュームを曲の途中で上げたり下げたり、まあ、それを設定できるわけです。はい。押します。はい。そうするとこういう風に出てきますね。もう一回押すと消えます。はい。押します。はい。で、デフォルトでは、 オートメーションはこういうふうにボリュームとなってます。で、どこがボリュームなのかというと、こういうところですね、この黄色い線、これがボリュームになります。で、ここをいじるには、いじりたいところをクリックして、こういうふうにポイントを打ちます。そして、ここを下げれば、こういうふうにボリュームを上げたり下げたりできます。 まあボーカル関係ないですから、こういったアルペジオの方いきますね。すいませんね、これ、もう私がボリュームのオートメーションを前に売ってしまいましたんで、ちょっと残っちゃってますが、クリックするとここにポイントができます。で、アルペジオは、イントロでは大きめに、音大きめにしたいと思います。だこのぐらいですね。で、イントロが終わって でここ5小節目ここからここにポイントを打ちましてここから音を下げます歌が始まったらボリュームを下げますはいで今度はストロークの方これはイントロではボリュームを下げて歌が始まったところ、まあ、ここですね5小節目ここにポイントを打ってここからもう一回ポイントを打って ボリューム上げますこういう感じですね。こういうふうにするのが、えー、オートメーションですね。これをすべてのトラックに、えー、使うことができます。その次に、えー、使えるのがオートメーションでは、ここをクリックしてもらうと分かりますが、でずっと上に行きます。はい、ここに、えー、パンとありますね。 これをクリックしますとパンというのは音が真ん中なのか左側なのか右側なのかそれを調整できますメインボーカルとコーラスのボーカル2つありますがメインボーカルは最初はずっとセンターで真ん中から聞こえてここのここですねここからサビですからここでコーラスが出てきますのでここでちょっと左に寄りますここに、 ククリックでポイントを打ちます、はい、でもう一つ打ちます。これもう一つ打たないと無理ですから、もう一つ打って、はい、そしたらここを上に上げると左側に音が寄ります。じゃあちょっと15ぐらいで。で、コーラスの方ですね。こちらの方もこれボリュームをパンに変えて、はい、この、えー、サビのとこから、えー、もう一つ打って、右の方に行くようにいたします。 えちょっと多めで19ぐらいにしましょうかちょっと聴いてみますっていう感じですねまあこのぐらいでいいでしょうかあとすみませんアルペジオとストロークも同じようにやってみてくださいほぼ完成に近づいてきましたが一番最後の極めつけでフェードインフェードアウトっていうのがありますね それからサビで音を上げるとかですね、その曲全体にボリュームを上げたり下げたり、あるいはエフェクトをかけたり、外したり、そういうことができるのがマスタートラックと言います。で、このトラックをクリックして、マスタートラックを表示、これを入れますと、はい、こういうふうにマスタートラックができました。これは6トラックをまとめて、 ボリューム上げたり下げたたりり下できますでじゃあボリュームの方からいくとフェードインで少しちっちゃめの音でそれからだんだん大きくなっていくということなんでこの辺から上がってですねでずっと行ってえー、っとどこだあここですねここが、えー、コーラスですからコーラスの部分でまたちょっとピンピンとポイントを打ってここでちょっと強めに暴力あのします。 はい、あとはあフェードアウトですねだんだんちっちゃくなるとさあこの辺からどんどんフェードアウトしますちょっと聴いてみましょう「とっていう感じですね完成ですということでいよいよ今回で録演編集の方はほぼ終わりです いかがでしたでしょうか。次回からは、演奏をした時に撮った映像と録音編集した音声を iMovie で合わせて歌っちゃった動画を完成させたいと思います。次回も、次回はお楽しみに。さらばでござる。